デイリービルの山でです、本日は経済評論家の坂井隆さんもしておりますよろしくお願いいたします8月6日、原爆投下の日に広島の平和記念公園でその式典が開かれるじゃないですか、総理大臣もそこでまあ演説してスピーチをするわけですけれども、そ,ねねはい、その時にに、ね、いわゆるこのリベラル、左翼活動家とかまか、極左ですわ。うんうんうん 特さですね。まさに。外騒いでるじゃないですか。黙祷の時も騒いでる。あれ意味わかんないじゃないですか。まさに意味わかんないです。あれ、あんな迷惑行為はね、もう私、死刑でいいと思うわけですよ。はいはいはい。意味わかんないですね。意味わかんない。ですね。意味わかんないんで。なんですけども、それがね、ようやくこれ看過できないとして、広島市が、その市。 条例が禁じる迷惑行為として過罰金ですよね軽い罰金を課す方向で検討を始めたということでまあね足りないと思いますよこれ過料だって1万円とかでしょ死刑でいいと思うんですけどでもまあ大きな一歩ですね大事な貴重な一歩を踏み出すところまでようやく来たかなみたいなね今まで警察もねやっぱその活動家過激なんでねちょっと見て見ぬふりじゃないですけどねちょっと放置してたところあるじゃないですか。あありまますねだ大きな一歩 まあ広島市もこれまで全く何にもやってなかったっていうわけでもなくて、まあえー、令和3年6月なんですけれども、うんえー、その式典を厳粛の中で行うと、まあ、定めた平和推進基本条例というものをですね、えー、これは ああ作るっていうこともまあやったりはしたんですよね。うんえー、ところがあこの条例に対してなんですけれども、まあいわゆる格好書きリベラルのこの抵抗を受けましてですね、えー、デモを規制する内容とかがこう入れられなかったというまあそういう状態でした。うん、でですからまあこの同条例を、えー、この施行したこのあにおいてもなんですけれども、えー、まあ。 その彼らデモ隊の連中らはですね「うん、ね厳粛ファシストは帰れ!」と言ってですね、うん、<laughs> なんか厳粛に式典をやりたいっていう、えー、それはですねなんかファシズムだという、うんまあ、とんでもない主張をした上ででもってですね、うん、え結局その暴れる状態は変わらずっていうことで、まあ、この,、えー、その平和推進基本条例がも求めるような、えー、その厳粛な中において式典が行われるということはこれ実現しなかったっていう状態でした。 でまあ、これっていうのは、まあ、要はカッコ書きリベラル勢力がですね,このね表現の自由を奪うっていう形でもっていろいろ抵抗してくることに対して。うん うんまあ、そこまでうるさく言うんじゃしょうがないねって言って、まあ、配慮するっていうことを、まあ、やった結果というふうに、まあ、見ればいいかと思います、うんまあ、日本はね、うん、北朝鮮中国と違って自由な国だから表現の自由というものがあるわけですがこれまあ難しいですよねそのバランスが確かにそういった、ね、言論表現の自由は認められるべきですけれどもそれを罰するってなればね 言論統制表現を抑制することになってしまうんでと言ってもありえないわけじゃないですか人間としてどうなのというところでだから結局迷惑行為ということで処分するしかないのかなと思うんですがまあ死刑廃止とかね全く関係ない登りとか立てたりとかあと日米は中国への侵略をやめろとかありますよね。 自分たちの訴えたいものがこうどうしても訴えたいものがあるからこれをやってるっていうのではなくて単純に主流派の動きを邪魔したいというえそういうわがままだということにしかならないとで要はその主流派があその厳粛な中でえその追悼したいっていうそれをえこの既存するためにやっている行為だっていうことになるわけですよね。その こういう左翼団体の連中らがですねこの式典を警備する市職員とかを押しのけてですね規制線を破って、えー、この邪魔する動きに出るみたいな感じのことがあり、まあ、こういう中でこのもみ合いがあってですね、えー、その足の打撲であるとか首の捻挫であるとか、まあ、そういうことでもって怪我を負う人間がですねまあ、えー、今年2人出たんですよね。ここうしたた被害がが生まれたことが もうこれはこのまま放っておくわけにいかないということで、まあ、ようやくその過料罰金をこれ課すという横行に動いたということになるんですけれどももうその過料とかのレベルの話じゃなくてこれはもう迷惑行為を行った場合に。 逮捕・拘束できるようなところまではまあ最低ね、えー、その法的な枠組みを作るべきだとでこれはまあその全国レベルで本来やるべきだと思うんですけれども、まあ、それが難しければとりあえず広島市だけの,この条例レベルでもいいんでですねこれ整備するっていうことがまああの求められるんじゃないかと思いますよね。うん 難しいのが自由とのバランスでありまして表現の自由集会の自由を侵害に当たらないかというところで敵は出てくるでしょうよそこはどううバランスを取ればいいでしょかただこれ別の場所でやるとかあるいは別の日時でやるということになれば。 それは認めているわけですよね、うん、なんでその厳粛であるべき式典が行われている、えー、その時間にその場所でやらなければいけないのかっていうのはそれはおかしな話なわけですよ。うん、で、えー、彼らは別にその時間場所を変えれば、えー、いくらでも同じようなことをその集会を開くことはこう自由にできるようになっているわけですから。 えー、彼らがやっている実際上のそのそ行為、まあ、つまりその静かに式典を行って静筆、えー、な環境の中でこの犠牲者の追悼をしたいという思いこれは踏みにじる価値のあることなのかとか、えー、それが、えー、それは基本的人権というものを大切にする態度なのかとか、えー、その少数派に配慮してですねこの多数派の人権はないがしろにしていいのかとか。 えー、そういうことを許すのはそもそもこれ本末転倒と言えるんじゃないかとか、うん、まあそういう問いかけっていうのを、まあ、逆にこういろいろねやっていくべきなんじゃないか、うん、でその問いかけを国民に対してなされた時に国民の大半がですね,ねそれはそうだろうと思うのは普通なんであってで逆にですね いいいやややそれは少数派に対する人権住人だなんて思う人はほとんどいないはずなんでそういうところに国論が持っていけるようにやっていくべきではないかって思いますよの権利を盾にわがままを通すと言われて思い浮かべるのが東京新聞の望月磯子記者なわけですよ彼女なんて典型かもしれませんが安倍政権時代から菅官房長官に意味不明な質問をして。 たこれ先日もこう官邸報道室側がこの後え官房長官には公務があるので最後の質問でお願いしますと呼びかけましたとそしたら望月記者が私が来ている時は大抵20分ぐらいで打ち切りになるとで私がいない時は20分超えもねあるんだと つまり、うん、まあ私をね、うん、差別してるんじゃないのかなという被害、まあ、妄想だとは思いますが <laughs>、はいでね、少なくとも20分までは話を聞かせてほしいと訴えたなんてことがありましたが、はいはいうん、そうなんですよねこの件ではですね、うん、フリージャーナリストの、えー、安住明子さん、えー、彼女が「あ週刊ジの中でこれ、うん、やっぱり取り上げていたんですよね。うん、NHK 共同通信北海道新聞朝日新聞聞朝日この4つのつ社がですねまあ 次々に質問をやってそれに対して、えー、松野官房長官が答えを返すという、うん、これの時間でで分30秒ぐらいだったそうですで、えー、この後に、えー、この問題の望月記者があ質問をし始めてですね、えー、でこれでですね望月記者1人だけで9分質問を使っていたと、えー、こういう段階で えーまあ、先ほどのですね「今、えーまあ、後公務があるので、えー、最後の質問でお願いします」というふうに言われたところ、えー、それに望、まあ、月記者がですね、えー、文句を言ったというこういう流れだったりするわけなんですよね。<laughs> で,、えー、で安住明子氏のこう判断としてはなんですがこの望月氏のこの質問というのは週刊誌の,この記事内容を確認するようなレベルのもの。 あるいはそういうものがたくさんあって、えー、これってこの場で質問しないといけないものなのっていうふうに思うものもまあ多かったりするわけなんですよね。 でで要するにこの官房長官に対して質問すべきものではないんじゃないのっていうことが、まあ、多かったりするっていうことで、えー、なるわけですけどそうすると本来その質問すべきルールということから考えればこれ明らかに外れているということになるわけで,でそういう明らかに外れていることをそれ外れてますよっていうことで指摘をするっていうことと、まあ、取材の自由ということをこれを混同する従来のあり方っていうのをやっぱりこれ当然見直さなければいけない ってことになるんじゃないかと思うんですけどね。で望月そこしと言えばね、あの入管法改正の時に、あの国会のね。その傍聴席からこう野次を飛ばすというかね。あれ前代未聞というか、まり聞いたことないですよ。そんな話ですね。本当に。だから、いや、個人的な見解はどんな意見を持ってても構わないですよ。ですが、委員会を傍聴して、冷静に記事を書くということが、それが仕事として。 えー、来ている以上はですね、うん、まあそこにおいてその私的な感情や私的な判断というものでもってですね、うんうん、変なこの不規則発言を飛ばすようなことっていうのはこれはまあこれは厳に慎むべきであるというのはもう言わずもがなの話にあですけどそんな当たり前のことがこうできていなくてもこの放置されてるというまあおかしなことがこう展開されてるわけですよね。ねで,で で今なおなんですがでもこういうことをこの政治の側からボーンとこう大問題にするっていうことをもうやらないわけじゃないですか、ええ、まあやったら、ねえー、その報道の自由を守れみたいな感じのことをまあ言われちゃうっていうふうにまあ思ってるんだろうけれどもいやここってえそういうものを今取り上げて。 ガとこう攻め立てていった時にこれ政治的に致命傷になる時代はもう私はね終わったと思ってるんですよなのでこの辺りで踏み込んだ対応というのをえまあ政府自民党真面目に考えてやるべきなんじゃないのってねまあ思うわけなんですよね具体的にどうすればいいんでしょうかねまずその政府がですねこの官房長官会見での質問内容の範囲というのをえきちんと示すべきだと思うんですよ。 だからまあこの範囲にしてくれっていうことなんですがそれがきちんと示しにくいっていうんだったらえこういう質問はご遠慮くださいみたいなまあそういうものを列挙するだけでもいいと思うんですよね。 例えばその週刊誌報道やネットの噂レベルの、えー、そういう話があった時に、えーね、裏取り取材を、えー、ご自身で親身にもならないのに、えー、質問するのは慎んでくださいみたいなね、えー、そういうようなものをこう列挙して並べておくとでそうすると、えー、それに違反するような質問を望、えー、月記者がやったりなんかした場合に、えー、それはあの事前の中でこういう取り決めになっているそこに、えー ねえー、その抵触しますから、えー、ちょっとその質問には、えー、回答を差し控えさせていただきますみたいな、まあ、そういうようなことができるじゃないですか。 でそれでも繰り返してやってくるってことになったらそういうルールが守れないような記者はあもうその会見場に「よこさないでください東京新聞さん」と言って東京新聞にそういうことを訴えかけるっていうこともこれできますよね、まあ、そういうことを、えー、なんかもう相手からの抵抗みたいなことを怖がらずに、まあ、やるべき時期に来てるんじゃないのって思うわけなんですよね。 私前々思ってたのが、うん、東京新聞がこれ一番の責任者じゃないかと思うんですし望、うん、月磯子は、うん、しょうがないわけじゃないですか、うん、もうそういう、まあ、頭がおかしい人としかね、うん、病気ですからね病気ですよねはっきり言って、うん、だからこう生産者責任というか管理者責任としてこれ東京新聞がもっとこれ問われていいはずなんですけどね,、うんうん、ねまさにその通りですよね。うんえー、でこの東京新聞もそうですしまた望月磯子の,このおかしな行動に対して。はい 朝日新聞だとか NHK だとかほ他の,このメディアもですね全然こうも問題にしないで本来であればそ,のそういう迷惑行為をやれればその自分たちの取材に関しても変な規制を敷かれるかもしれないみたいなえそういうことを考えて何てうんですかねその 業界内部においてのこの自己規制みたいなものっていうのを当然発動すべきことだったりするのにそういうこともやらないっていうまあそのところにおいてこのメディアのえ腐敗というかですねまあ問題点っていうのも あったりするっていうのはまたちょっとそこもね指摘したいっていうところがありますよね。ただこれ現場の記者はね一緒にこう官房長官会見を聞いてる記者は他の朝日にしろ毎日にしろ迷惑してるでしょうよ。だけどどうしてもその上層部がやっぱイデオロギー的にね鈴木さんを応援したいんでしょうかね。やっぱりでも規制をねかけるとかまあ規制じゃないにしろまあ注意関係ですねこういう所定の質問以外はしないでくださいみたいなことを言うとまあリベラルメディア騒ぐでしょうしやっぱり共産党立憲 例、うん、和社民あたりは反発するんじゃないですか、うんうんうん、まあまさにそうだっていうことになります。で、ただその福島の処理水の問題についてもですね、まあ彼らはそれなりに騒いだって例えば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  その結果どうなったのかといったらかえって国民からです、ね、こう浮くような事態になにっている感じが私はすするわけなんですよね私からすればあのこういうですねわ、まあ、からずや原理主義者グループって、まあ、私言ってるんですけどこのわからずや原理主義者グループこれ解排除してしまってですね、はい、残りの政治勢力だけで政治を考えていけばいいんだよねっていうそういう方向性を えー、これその自民党の側とかですねこれもう考えるべきじゃないかなというふうに思っているわけなんですよ。で、えー、このルールを守ることも是非っていう、えー、そういうことがこの社会的な議論になって、まあ、この大いに盛り上がるっていうような感じになった場合。 東京新聞望月記者のこの側がですねこのまずくなるっていうことになるわけででそれはさらにそれをですね無理やり擁護しようとするこの「わからずや原理主義者」グループこれの立場もこれ悪くなるっていうのはこれ見えてますよね。でこうなるとこういうグループとして扱われたくないっていうことが立憲民主党のまあ右寄りのグループですねまあもともと一回あの国民民主だったけど国民民主だと。 当選しそうにないから立憲民主に、えー、もう一回移っちゃえみたいな感じのことをやったような人たち中心の,、えー、その立憲民主党の,その右寄りのグループ、えー、彼らがもうこの分からずやグループと一緒にされたくないっていうことでもって、えー、その立憲民主からこう離れていくでもう一回国民民主と合流しようみたいな、えー、そういう動きっていうものがこう出てくるんじゃないか。でそうすると 立憲民主の左派と共産と令和と、えー、社民という、まあ、これが本当に一握りの、えー、このど,どうにもならないやつらとして、えー、その少数派として意識され残りの多数は一応みんな話ができるという、えー、そういう感じにこうなっていくんじゃないかなって思うんですよね。でこれが私割とその 政治の方向性としては健全な方向なんじゃないかなって思ってるところがあるんですよねまあ松原仁さんが去った今立憲民主党に右がいるのかどうかは分かりませんが、まあ、その中でも幅広い極左みたいなのと、ねまあ法務リベラルみたいなのが違うんで、ね、だから有権者としてもそういうことなんですよね。 その立憲民主でやっていけるんですかみたいな感じのことを言われた時にいや皆さんが思っているよりも立憲民主の中で話をしていると割とまともな話ができる人多いんですよと。 うん、いう感じのことを、まあ、あの松村さんも言ってたりするわけなのでその党の方針がその例えば共産党と,党とこの一緒に共闘するみたいな感じのことがこう出てきたりするとどうしてもそういう方向に引きずられていくし、まあ、党の方向がそうなった以上、まあ、それに従わざるを得ないよねっていうそういうことにもなったりするけれども実はその立憲民主の割と右側の方というのはええー 彼らの動きに対してへきとしてるところもこうあったりするっていうのもえあったりするんでえ私はそういう形でもって話のできるその立憲民主のグループというのをえその話ができないグループと完全にこう分離していくっていうのがこれやっぱり正しいんじゃないかなって思ったりすするんですよね、うん、今の玉、ね、木さん、うん、国民民主玉木代表を見ててもこういう人たちが。うん そう玉木さんが、ねうん、その立憲民主党の枝野とかとで一緒にやっていた時代があるんだとね,ね <laughs> 思いますけれどもそう、はい、連合の、ね、吉野会長としてもね国民民主一本化そ、うん、してまともな議員がね 非自民、非公明でね、集まってくれればっていうところでね、満足するんじゃないでしょうか。うんうん、これはある、ね。そうで、ね、そうそうそう、その通りなんですよ。なんで、私のその考えでいけばなんですけれども。うん、リベラルか保守かっていう、そういう対立軸で、割とこう捉えられやすくて。うん、で、このリベラルに寄らない方がいいんだと言って、まあ。 えその純粋に保守でいくべきだみたいな感じのえそういうえことがこうよく言われたりするんだけれども私からするといや分からずやか話し合いができるかっていうえそういう感じで分けた上で分からず屋のえ排除をえその政治的には考えていくべきじゃないかなというふうに思ってるんですよね。そしてて今こののの排除っていうのが まあ、かつての,、ね、その55年体制みたいな時にはもうその国会の政治勢力の3分の1が分からずグループだったんでこれどうにもならないっていう状態だったりしたんですけれども今やもう本当に少数になってて本当にあと立憲民主がこう左右に分裂してくれるみたいな感じになるともう本当に分からずやがもう。 全体の1割じゃねえのみたいなそんな状態になってくるところまで来ているっていうのがあったりしますから、えー、その分からず屋の排除というものがあできるようになったらこれかなり政治が変わるんじゃないかなと思うんですよ。で、えー、その で山根さんもね、まあ、ちょっとその国民民主の話をしてくれたんですけれども、まあ、連合としてもその分からず屋を排除する共産党とつながろうとする分からず屋を排除して残りの,その立憲民主のグループと国民民主がこう合流してくれるっていうのはこれ大歓迎だっていう話になり。で えー、で彼らは労働組合を背景にしていますから、まあ、保守派の主張が出てくるっていうよりはむしろこのリベラルの主張が出てくると思うんですけれどもじゃあ彼らをリベラルだからっていうことでもってですねこかたくなに排除する必要があるかというと全然ないですよね。であそこまでだったら話し合いができるグループなんだからそこまでは一緒にやろうよっていう、えー、そういう考えの方が私はこの、えー、保守派の中でも、えー、一般的、えー、いやあ,あいつらやっぱり本質はリベラルだから排除する できたっていうふうには多くの人は思わないんじゃないかなってまあ持ってるところもあります、うん、じゃあ具体的にどうやってこの話の通じたい人たちを排除するかというところ、うんうんうん、そうですよねでこれね私ねかつてのあの浜子みたいな、えー、感じでもってこのマスコミの注目を浴びるような、えー、挑発的発言ね、えー 宮本賢治君は人を殺したみたいな、うんえー、そういうような感じの、えー、まあ言ってみればあその問題発言に近いようなそういうことを。 え行う議員がこう、ね、出てきてくれると、まあ、面白いいかななう,うに思ったりすするわけなんですよだからこの望月磯子のこの話にしてもなんですけれども、ね、もうへりくつ述べてルールも守らないことを正当化するような恥ずかしい真似がよくできますよねともう小学生にも笑われるんじゃないですかみたいな、まあ、そういう感じの、えー、挑発的な発言をやればこれはマスコミはですね これこぞって取り上げたくなるじゃないですか。取り上げますかね<で>。<laughs> 取り上げてくれると思うんだけどな。まあ、とにかく、そういうの、ね、でね。ねそういった動画がね。うん、まあ、ショート動画とかでね。うん、拡散されそうですよねそうそう、うん。そういうことですよね。<laughs> で、えー、そういうような感じのことを、えー、意図的に行う。で、えー、で、そういうことについて、今、自民党の議員でさえ。 えー、なんかリスクを感じるんだかなんだかよくわかんないんですけれどもなかなかやろうとしていないっていうことがあったりするんでで私はですねあの日本保守党にはですねこういう役回りみたいなところで、うん、え行動してでそれでこう注目を浴びてで,、えー、でそういうことでもってですねその そのまあ、分からずやグループにそんなに幻想を持ってる人たちは少ないのかもしれませんけどわからずやグループを離反させるというか、まあ、その少数派に追いやっていくというその状態の中で、まあ、あの支持層を、ね、獲得してもらいたいななんて、ねえー、思ってたりするところがありますね。はい といったところで広島のねそう前々からねこの平和記念式典の話はね気になってたんでねまあ一つね大きな動きが出たっていうのとあと望月磯子もそろそろ東京新聞引退して議員になったりするんじゃないですかそういう動き多分考えてると思いますけどねえでおそらく出たらなんか通ってしまいそうじゃないですか通ってしまうでしょうねただ通ってしまったとしてもそれは国会議員何百人もいるうちの えー、たった一人だっていうことになるのであって、うん、それを単に分からずやグループの中の一人にしてしまえば、まあ大した力は持たないっていうことになると思うんですよね。むしろ国会議員になった方が影響力は少なくなるんでしょうかね。うん、まあワンオブ全部になんでしょうかね。今ここ官房長官のね、こ、うん、ういう邪魔している迷惑等々を考えれば、うんうんうんと、そうですよね。うん、で逆に彼女がいなくなってそういう迷惑行為がなくなった方が。うん まあ一国会議員になってくれたぐらいの方が、まあ、逆にいいかもしれないとも思いますよね、うんうん。といったところで持地竹井さん、国会議員質場応援したいと思います。<笑><笑>あんまり応援したくないけどな。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。